ピアス1個なくした。毎度おはようございます。こんにちは。こんばんは。ワークです。よろしくお願いしましゅー。はい、ということでね、やってきました皆さん。まあね、今日は月に一度のあの日なんですよ。昨日ね、2ヶ月目飲み終わりまして、本日ちょっと行ってきてね、もうなんか今月からもう適当になってきてるのか、名前変えてくれへんようになってきてね。診察券まあ出して、あ、多分こいつと話すこともないし、薬渡すだけやからこいつ先やろうって思われたんか知らんけど、6人ぐらいね、もう待ってはるのにね、2人目ぐらいでね、たくさん、つって、で、まあ、はーいって言って、まあ、失礼しまーすって言って入って、もう一言目の先生。まあね、2ヶ月じゃわかんないね。なんやその言い方、お前、坂上忍か思ってね。はい、まあそんなこと言いつつね、まあ今日の分飲んでいきましょう。みなすてにどんじゃーん。ああ、生えてきやがる。生えてきやがるぜ。というわけでね、今皆さん僕の頭皮が一体どうなってるのか気になるところではないですか。いや、気になってるでしょ。おい、そこのハゲた親父ども、ハゲた若い子、なんかね、よくね、もうこういうのね、バットボタンついたり、それだけじゃダメだから、モテ遅れだから、お前は医者か、お前に何がわかんねん、クソ野郎ってね、ちょっと思ったりもするんですけど、まあまあそんなことどうでもよくて、見してきますよ皆さん。ちなみにですね、今月髪の毛切っておりません。ではいきます。3、2、1。入ってないんじゃないかな。全然入ってないな。本当に。え、もう薄いでな。あれ、ちょっと濃くなってる？俺の気のせいかな？なんか若干この辺、産毛たちが生えてきてるんではなかろうかとね、ちょっと思ってるんですけど、皆さんどないですか？皆さんこんな感じ？僕今こんな、僕今こんな感じや。今日からこれが3ヶ月目に突入します。はい。自分でも画面越しで見たくないのにね、もう他のね、視聴者さんとか、余計見たくないからね、帽子かぶります。はい、てなわけでいつものアークさんです。どうもどうもどうも。はい、こんな感じだったんですけど、皆さんどうすかね？どうすかねって言ってもね、大体の人がね、初見の方が多いんでね、この動画、このシリーズの動画、大体初見の人が多いんですけど、まあよかったらね、このハゲシリーズっていうのね、僕再生リストで作ってるんで、まあ1から順番に見てもらったらいいのと、今これ第2章っていうやつなんです。はい、第2章のこれが3本目になるんですかね。飲み始めた時と、まあ今比べてみたら、まあ、こんな感じかって思ってもらったらそれでいいです。はい、うん。最低でもやっぱり6ヶ月はね、何でも続けないと。継続は力なり言うてますけどもね。いやー、僕の YouTube もね、継続してるんですけど、力がつきませんわ。おい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 、これ見てるね、若ハゲ諸君はね、ちょっと半年間ちょっと俺の継続を見てくれ。うん。ミノキシジルでも生えへんかった男が、フィナステリドっていうあの薬をちゃんと服用したら生えたってなったら、それはもう日本中の若ハゲの人は勇気づくと思うんです。アークチャンネル、皆様に勇気を届けたいと思います。っていうことでね、あと半年、まあまあ、あと半年じゃないな。あと3、4ヶ月ぐらいか。まあ半年はね、絶対に続けたいと思うんで、ぜひね、もしよかったら、チャンネル登録、グッドボタンしてください。っていうことで、本日もご視聴ありがとうございました。アークでしたよ。あ、ちなみにもうちょっと、もう俺チャンネル登録者1000人いくまで髪の毛切らんとこかな思ってます。だからチャンネル登録して。